こんにちは、金黒です。ソニーの E マウント APS-C 用のレンズで動画撮影に評判の高い 18105F4 同士のレンズを買ってみました。α6400 を予約注文したんですけど、その際にレンズキットは注文せずにボディだけを購入しました。そこでα6400 用に動画撮影で評判の高いこちらの G レンズの 18105F4 同士のレンズ買っちゃいました。今回購入した SELP18105G レンズは 35mm 換算で 27mm から 157.5mm のズームレンズです。最短撮影距離はワイド端で 45cm、 テレ端で 95cm です。もう少し近くまで寄れたら嬉しかったです。重量は 427g と α6400 より若干重い重さです。ズーム全域で高い解像力とコントラストに優れた高性能中倍率ズームで、このあたりを期待して購入しました。それから動画撮影で使えそうなズームレバーが採用されていたり、ズーム全域で使い勝手の良い開放 F 値4っていうのは、動画撮影するときに焦点距離によらずにノイズ感が変わらないので使い勝手良さそうです。またレンズ内に光学式手ブレ補正もついてて、暗いシーンでも使えそうなんですが、まあスチルのような写真だとうまくいきそうなんですけど、動画撮影だとそんなには期待していません。実際のレンズこんな感じです。こちらズームレバーですね。私はソニーのカメラ α5100 しか持ってないので、 α5100 に合わせるとこのレンズの方が圧倒的に重くて、もうバランス感完全に悪い感じです。前玉も 72mm とかなり迫力感あります。このレンズの良さであるこのズームなんですけど、ズームさせてもレンズの長さ変わらないのがこのレンズいいところで、ジンバルに乗せた際にこの長さが変わらないということはバランス取りやすいんですね。この長さが変わらずにズームができるっていうこのレンズ、動画撮影に向いてると思います。あと F4 という明るさなんですけど、そこ若干気になってましたが、作例で暗いところ撮ってみましたので、その作例をご覧ください。一定の光量があればこの F4 同士のレンズ全く明るさ問題ないと思いました。ソニーの E マウントの APS-C レンズで動画撮影するなら、この G レンズの 18105F4 同士のレンズ絶対おすすめです。今回はソニーのズームレンズ SELP18105G をご紹介しました。このレンズを使ってバリバリビデオブログも撮影していきたいと思ってますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。